テンポボート行ける人いる。2個行きましょう。2個行きましょう。今行きましょう。なんか落書きされてんの、しょうない。おい、ほんとや。誰か吹け、誰か吹け。無線。ちょっと待って、なんかクソ怖いペコラ。ちょっとあの駐車場の横にクソ怖いペコラいます。これなんかあのゴーストバスターズに出てきそうな死にかけのペコラが。ねえ、イロハ見て。いや、これだよ。そっちの中にもありますよ。中？こっち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 。なんだこの干からびたペコラみたいな。ダブル中指なんですけど。魂の叫びかもしれない。へし折ってやろうか、あの中指。ここここここ。大胆で草。なんかそういえばあいつ、帰り際に来てたな。なんかやってましたよね。いろはここで写真撮ってさ、あのさ、はい、写真撮ってツイックスに投稿して。お前を殺す。キノコソリやってたやつ。ちょっと、こうして、え、バンクシーですか？伝わるかな？伝わるよね。お前を殺す。おもろいな。お前を殺すはちょっと笑うわ。警察が言っちゃいけない。ギャングならわかる。ギャングならね。ギャングならまあ、言い分わかるわ。バクシーに謝、バクシーに謝れ。よし、じゃあ、やりますかと。マザファカ。やばいやばいやばい、撃てない撃てない撃てない。え、もしや、弾があるか。バクシー捕まる。バクシー捕まっちゃう。バクシー捕まっちゃうよ。助けてー。ですよ。助けてー。あれ、なんで死んでんの。善良な市民なのに、うん、こいつが急に殴りかかろうとしたから、うん、なんだっけ、うん、拳銃出したら拳銃で撃たれて、うん、で拳銃なんかリロードできてなかったのかわかんないけど殺されました。あいつに。あ、そうなんだ。祭り先輩助けて、なんかやられたんですよ、警察さん。あ、ちょっと病院まで飛んでいきますね。え、なんでそんな優しいの。ホロサワの、店長に、ホロサワのバンクシーが、ちょっとやられたの、これ。ちょっと芸術を描いてたら狙われた。芸術を描いてたら狙われた。ちょっとコンビニのさ、ロゴ見てよ、コンビニのロゴ外出て。見て、まつり先輩も一緒に。行こう。よいしょ、ちょっと待って。コンビニのロゴ？どこだ？お前、お前が警察署にもよ、なんか、こまごまとお前、どうやって入ったんだよ、あそこ。いや、警察マジで、終わった、勤務終わったら鍵かけろ、マジで。鍵かかってねえんだよ、お前ら。ふざけんじゃねえ。全然かかってなさすぎて、あ、入っていいんだと思って。じゃねえんだよ。ホラーみたいなウサギのやつ変えたのねえだろ。え、それね、それもね、夜だったからちょうどいいなと思って。そうなんすよ、ストリートアートしてたら、やめろってうちの店に書くなって言われて、殺されました。かわいそう。え、優しい、松井先輩。ちょ、じゃあ。え、警察どうした？大丈夫か？許せねえな。おい、警察大丈夫？今日なんか疲れてるの？疲れてるの？警察疲れてるの？どうしたの？